すごい、肌とかすごいんだね。すごいんだね。って手に反応するんだ、こうやって。こうして、おー、これいいんじゃない、みんな。どう？今激推ししているベストアプリ100をこのようにですね、まとめさせていただきました。こんにちは、アミティ先生です。今日はビジョンプロ買ってしまいました。開封していきたいと思います。ようやく日本でも発売ということで、59万円するビジョンプロだったんですけれども、なんだかんだですね、アップルケアとか、あとトラベルケース、これとかを買うとですね、プラス10万円ぐらいで、なんと72万円ということ、すごい金額になってしまったんですけれども、もうなんかノリで買ってしまいということで、早速いきます。でかい。はい、やば、いくよ。はっ、おー、すごい、こんな感じ、神々しい、この入れ方。これアップルさんにですね、ちょっとお呼びいただいて一回つけさせていただいたんですけど、結構持ち方が重要みたいで、あ、これが、かっこいい。すごい。あ、もう私絶対壊しそう、これもう怖いわ。これがバッテリーとかですね。重た。バッテリー重た。クッションカバーもついておりますね。目のところにつけて、より厚みをつけたい方はこれをつけるのかな。まあ、持った感じね、そんなに重たくないんですけど。多分ちょっとつけるとやっぱり重いのかな。ここを持てと言われた。こう持つんですね。こう持ちます。いきます。ほい。Pressing the hold and to align。あ、あ、来た！あ、来た！見えた。あ、すごい。もうなんか言語しか設定してないんですけど、感動してます。鳥肌。 iPhone を近づけます。あ、ここにビジョンプロ設定って出てる。続ける。スタートしました。今スタジオにいるんですけど、でこれをこっちに流すとこっちに出てくるのね。こうするといろいろ出てくるわけですね。今サファリがこのように立ち上がってますね。こうサファリを、じゃあちょっとこっちに移動しましょう。で、このウィンドウもこうやって大きくできると。で、上のところタッチして、で、こうやってキーボードをやってできるし、こうやってさせる。iPadmate.com 検索しました。あ、出てきた！すごい！で、こうやると、おー、すごいすごい。で、大きくしたり、ちっちゃくしたり。おー、すごいすごいすごい。これをこっちに持ってって、いろんなものをこうやって立ち上げていくと。楽しい。ちょっとじゃあ君はこの辺に待っていていただき。フリーボード。おー、で、これで書けるの？ここまで持ってこようか。ペンを書くときはこうじゃないんだね。こうだ。うわ、すごい。すごい。これすごい。楽しい。これやばい。これすごい。こうつまんでないとね、色出ないね。で、こうやってやって。あ、こうしたら大きくなったりちっちゃくなったりする。今ほらこうやっていっぱいのウィンドウがここに立ち上がってますね。これやっぱりでもこの iPadMate Studio がすごくこう場所のね、空間自体が広いじゃないですか。だからこそこんな感じですごいいっぱいあるような感じがする。で、続きまして、すごいと聞いたイマーシブビデオって言うんですか、こう全部映像出るやつがあるみたいなので、
それをちょっと試してみたいな。お、ちょいちょい出てきた。あ、来た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 。すごい。すごい来た。マジですごい。すごい。リアルすぎる。うわー、目があった。来た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 、やだやだやだ。うわー、無理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 。すごい、肌とかすごいんだね。すごいんだね。手に反応するんだ、こうやって。すごいよ。違うの？バイバイ。あ、ただいま。なんか違う世界に行ってました、今。もうなんて言うんだろう、ここまで来てて、ここにいるの、もうここにいるのよ、ここに。で、食べようとするの、私を。そう、でなんかもう、もはや、なんか鼻息すら感じられるぐらい。で、しかもここのさ、音もさ、恐竜が向こうにいたら音はちっちゃくて、こっちに来たらやっぱ音がぐわーって大きくなるから、本当にもうここにいるみたいな感じになります。なんか想像以上すぎて、一回ね、やっぱ体験させてもらったんですけど、やっぱここでやると、臨場感がすごい。なんか小さい部屋だったんですよ。でもここやっぱ大きいし、光とかも差してるじゃないですか。なんか本当にここに全部ある。ちょっと痛くなってきて痛いっていうかグッてなってるから、ちょっとこめかみとかがしんどくなってくる。あとちょっとまあ重いのかな、やっぱり顔につけると。だけどやっぱり体験がすごすぎる。なんかさっきはさ、一回戻ってきたくなった。なんかちょっと違う世界に行きすぎて怖かった。プレミアプロをここに立ち上げて編集できるって聞いたんです。立ち上げるときは上を向いて、ここがコントロールセンターなんですね。これかな、 Mac。 あ、はいはいはい、これで。お、消えた。あ、見えてます皆さん。普通にお家のでっかいディスプレイで作業してるのと一緒ですね。素晴らしい。で、これも移動できるもんね。で、こう、あ、そっか。こうしたらよりここでできるのか。こうして、おお、これいいんじゃない？みんな。どう？ここに置けばいいんだよね。このほら。あ、これで回転できるよ。こうやってやったら。で、ここに置いて、あ、すごい。これめっちゃいいじゃん。うわ、でかい画面が。もっとでかくできる。あ、もっとでかくできるじゃん。すごいすごい。うわ、最高です。これは最高です。うわ、これ一番いい、私。でさ、これ今はこの大きさなんですけど、秋にアップデート、ビジョン OS2 になったら、これがウルトラワイドにこうギュンってここまで来るんですって。だから今ここもぐらいなんですけど、それがもっとここまで来るってこと？ってことは、プレミアムプロをここに置いて、こっちは、スラックとかお仕事して、こっちはなんかフォトショップとか開いてみたいなことができるんだね。今、京都と東京で2拠点生活をしてるんですよ。ごめんなさいね、このままお話しして。京都の方は割とまあ部屋が広くって、でっかいモニターも置いて作業してるから、多分京都の家ではいらないかな。だけど、東京の家そんな大きくないんですよ。もうなんか新卒ちゃんみたいなお家に住んでるんだけどね。やっぱりそこはこのでっかいモニターを置くスペースがないんですよね。なので、その時にこれを自分の家で使うとめっちゃいいですね。例えばこのスタジオとかもさ、要はこれがあるから別にね、これでもいいかもしれないけれども。いや、でも、これあるけど、でもやっぱりこのモニターのこれが動かせんのは超いいですね。キーノートがすごいと聞いた。これ私が最近 iPad のサイン会とかをすごくたくさんしてたもんですから、ここ、これ。ここね、これです。スライドショー、リハーサルっていうのがあって、これで会議室、
劇場っていうのがあります。劇場行きましょう。そしたら、おお、見てください皆さん、スティーブ・ジョブズシアター。私ここ行ったことある。今このようにスライドがここにあるんですよ。で、これを今このように撮影してますね。グッドモーニングって、あのティム・クックのようにですね、まあ今からプレゼンしますと。で、なんとこう後ろを向くと、今モニターに映し出したい、でかっマジでのモニターがこんな感じで映ってるの。なんで私はこれを見ながらですね、皆さんこちらですね、アップルのロンドン発表会に行ってきました。ついにですね、アミティウ先生の iPad、もう iPad クリエイティブが発売されました。これをリハーサルモードだから、実際に iPad 本の書店で、イベントをするときにリハーサルができるんですよ。さっき会議室っていうのもあったね。あ、会議室すごいすごい、これアップル丸の内の会議室だ。あ、ほいで、ちょっとこっちはちっちゃいね。こっちの方が、リアルなプレゼンするっぽいですね。はい、こちらですね。iPad アプリ100選ということで、たくさん集めさせていただきました。って感じ。でね、皆さん。今、このスティーブ・ジョブズ・シアターが見えているので、机すら見えないんですね。なんかこんな感じよ。もうほとんど見えないんですよ。いや、これがすごい。本当にわかんないんですけど、何があるかわかんないんですけど、例えばね、誰か人がこう近づいてくるとするじゃないですか。そしたら、それはわかるんですよね。なんか聞いたところによるとですね、こう、ここに今私、マブルーなのか、なんかオーラみたいなの出てるじゃないですか。で、これが、なんか人が近づいてきたら、私の、なんか、合成された目というか、生成アイがですね、ここにボワって出てきて、本物じゃない目ね。で、アイコンタクトが取れるようになるって感じ。ここもし誰かが話しかけてきたらね。っていうのを聞きました。で、空間ビデオっていうものが取れるんですよ。空間ビデオっていうのは何かっていうと、この 3D の映像ですね。さっきの恐竜のやつは、イマーシブビデオって言って、もう全てが別世界みたいな感じなんですけど、空間ビデオっていうのは、撮影された映像が見れるっていう感じなんですけど、その撮影された映像が 3D でこう奥行きがあるっていう感じなんですよね。で、その奥行きがあるビデオをこのビジョンプロ上で撮れるという感じですね。撮ってみましょう。これで収録。そうすると、今私はこの空間を撮影してるんですね。見ながら撮影している。これでいいのかな？そうすると、おお、こんな感じ。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、奥行きを感じるんですよね。で、この空間ビデオなんですけど、iPhone でも撮れるらしいですね。iPhone でも撮れて、あと、Final Cut Pro、Mac でも iPad でもアプリがありますけど、その Final Cut Pro で空間ビデオを編集できるんですよ。ちょっとどうやって編集するのか全然わかんないんですけど、それができるっていうことなので、まあそれができるのは Final Cut Pro だけになると思うから、それはちょっと面白いなって思いますよね。その編集してみたい。それをね、例えばさ、アミティ先生があそこでチュートリアルを、まあ授業みたいな感じでしてるとするじゃないですか。で、それを空間ビデオに撮っといたら、あたかも自分がここでね、生徒として授業を受けてるような体験ができるんじゃないかなと思ってるんですよ。なので、遠方にいても、まあ、ビジョンプロ持ってる人だったら参加できるよみたいなことが、まあ、ゆくゆくできればいいですよね。なかなかちょっとこれをみんなにね、買ってっていうのは難しいかもしれないんですけど、高いから。だけど、そういうことができるなっていうのをすごい思いました。で、もう一つやってみたいのが、FaceTime で、なんかこう、ビジョンプロを持ってる人たち同士で、なんか会話とか、チェスとか、ゲームとか、なんかそういうのができたりするのがあるらしくって、本当になんかここに現れるんですって。で、大石ゆかちゃんとか、堀口くんとか大川祐介くんとか持ってるのかな。だからちょっとみんなとつながりたいなとか思ってるので、呼んでくださいぜひ一緒にやりたいなと思いますね。そんな感じかな。ちょっと最後おまけ、これもサクッと開けてみます。トラベルバッグ。お、あ、はいはいはい、なるほどね。なんか枕みたいなんだけど。で、これをここに入れるのね。で、充電器とかもここに入れるのね。
このような感じでちょっと枕のような布がかぶっておりました。私なんかもうちょっと硬い感じのさ、なんかねおしゃれな感じかと思ってたんですけど、ちなみに3万円ぐらいしましたのでちょっと高いなっていう感じなんですけど、まあ私ちょっと出張というかね、その京都行ったり東京行ったりが多いので、やっぱちょっとこれないと不安だなって思ったから買わせていただきました。はい、ということで今日はビジョンプロの開封レビューということで、いかがだったでしょうか。もう想像の何十倍も超えた。いや、使ってみたらわかると思うんですけど、70万でも買ってよかったなって思うと思います。で、さっき言ったように特にこういうでっかい空間を持ってない方、ちっちゃい家でなんか作業したいって方の方が、私はこれは使える幅が多くなるんじゃないかなって思いましたね。特にプレミアプロで作業するやつ、今度はもっと大きい画面になるらしいので、ちっちゃい部屋の人はそれで大画面で編集できるみたいなことができるから、すごいいいなと思いました。あとイマーシブビデオ、あれはちょっと驚愕びっくりしました、本当に。なのでそういうアプリがね、どん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 出てくるんじゃないかなと思うので、なんかそれを楽しみにしたいなと思いました。またちょっとなんかどういう使い方があるか、私的にはこうお絵描きとかねしてみたいんですけど、お絵描きとかなんか 3D モデリング、なんかこうやってやったらさ、粘土コネコネしたらさ、なんか 3D ができるみたいなとか面白くないですか。あとはなんか 3D があって、それをこう 3D で絵の具ペンキ塗れるとか、こうこっち面でやれるとか、なんかそういうのがあったらめっちゃ面白いなって思ったので、そういうちょっとクリエイティブ系のアプリが入ってくることも楽しみに待ちたいなと思います。はい、ということで今日はビジョンプロ以上でございますけれども、ちょっと最後宣伝させてください。iPad Mate Studio のねトートバッグがもうちょっとで発売でございます。めちゃくちゃ可愛いトートバッグ、黒と赤と、私的にはね黒がめっちゃおすすめなんですけど、黒だったりとか、あとは白だったりとか、こちら新しく iPad Mate Studio の EC サイトができましたので、そちらで購入できますので、ぜひぜひそちらも見てください。あとなんか iPad Mate Studio でイベントとかすごいたくさんやってて、もうちょっとしたら平岡くんの、ルマフュージョンのセミナー、こちらもう一瞬で完売したやつだったりとか、あとはコミュニティメンバー限定の 3D とAI の勉強会っていうのもありますね。最近 3D とか AI とかもう iPad すごいじゃないですか。それの勉強会をみんなでやろうっていうのがあったりするので、これはコミュニティメンバー限定になるんですけど、そういうのもですね、ウェブサイトのところでチェックしていただけますので、ぜひそちら見てみてください。はい、ということで今日はビジョンプロを開封させていただきました。皆さんもしよかったらいいねボタン押してもらえると嬉しいです。バイバーイ。